おはようございます。長野市議会議員のオレンジのあのっちゃん小泉一馬でございます。今日も街頭演説バッチリやってきたところなんですけれども、荻原健司さんはね、まあ独裁的な手法をとっている長野市の独裁者であるなんてことを小泉さんが言ってるもんで、それはちょっと大げさなんじゃないんですかっていうことをね、思ってる方もいらっしゃるんじゃないかと小泉一馬思うわけですよ。小泉一馬っていうのはバランス感覚に優れた議員なんで。まあ小泉が言ってることがね、極端なっていうか、まああんまりね、今の日本で独裁っていうことは言われないじゃないですか。その特にね、地方自治においては。だけど本当にね、今やってることは独裁なんだなってことを思って見ています。で、何がっていうのはね、例えば、一人の意見でね、ものを決めてしまった青木島遊園地の廃止の問題もそうだし、その過程で皆様の声を聞かなかったこともそうだし、まあ、都合の悪いこと言って小泉一馬もね、政治倫理審査会でやっつけなさいと、議会に対して命令するっていうところもそうですよね。記録つけないっていうことが明らかになっちゃったじゃないですか。これもなんていうの、安倍総理なんかも亡くなった方のことはあまり悪くは言いたくないけれども、森友加計学園の時はね、記録の改ざんなんかあって、それはちょっと、独裁者をおもんぱかったからじゃないのみたいなことを言う人もいましたよね。いましたよね。で、いや、同じことが行われてるわけですよ。要するに長野市においても。記録を後から直しちゃうっていうのも、まずい記録は最初からつけないっていうのも、まあ本質的には同じようなもんだよね。お役所がやるべき記録をちゃんと公正、客観的な中立的な立場から、事実だけを記載して残すっていう、そういうお役所のスタンダードなやり方から外れたことやっちゃってるわけですよ。もう昨日もね、ツイキャスやってて、あ、これもひでえなと思ったんですけれども、荻原健司が25日にね、定例記者会見してるんですよ。で、例によって、記者さんたちから突っ込まれまくって、いいな、記者さんたち、俺もそのぐらい、質問時間にね、制限なく聞きたいけどな、とか思ったりもするぐらいだけども、まあよく聞いてくれてますよ。青木島遊園地の、子供の、横断幕ね。青木島遊園地、ありがとう、ずっと大好きだよ、忘れない、みたいなセリフですよ。それを掲げて、記念写真を最後に撮りたかった。撮りたかったんだけども、そこに社会福祉協議会の指導主事という肩書きを持ったおっちゃんが来て、そんなことやっちゃダメだろう、押し付けだろう、って感謝してない子供もいるだろう、って。感謝してない子供がいたら感謝するのが人なんだよって教えるのが本当はその教育現場のありがただと思うけどね。小泉はその児童センターだって教育きちんとするべき時はしなきゃいけないと思ってますよ。なんだけど、そういう誤った教育、まあ教育者だったらしいですよ。指導主事っていうのは大概昔はね、教育委員会で先生やってきた方々になったみたいだけど、間違った教育して、しかも憲法のね、表現の自由まで侵害してしまうようなこと、大変なことですよ。これも一番最後の最後に来てね、普通はさ、軟着陸して優秀のビジネス、ありがとう、何事もなく、滞りもなく、大した反対もなく、遊園地は無事、撤去工事完了です、完了ですってやりたいところなのに、最後最後に来てさ、やっぱりこんなことあったもんだから、まあヤフーニュースでも結構な炎上ぶりですよね。青木島遊園地ありがとうなんて最後に子供に感謝表現されたら、あ、これだって。で、最後の最後にこんなことやって、それでも工事入っちゃう、荻原市でって、ほんとひどいっていうことを思われないようにおもんぱかったんだと思いますよ、現場の指導主事はね。だからそれが分かってるから、荻原市長も不問に付すわけですよ。でしょ？社会福祉協議会はね、これ問題視してないんですよね。びっくりしましたよ。これ、指導主事の問題行動。って小泉と、いや、それ問題と思ってませんって言いました。はぁびっくら仰天ですよね。その現場の指導主事が、その子供の表現の自由を侵害するといったことに及んだ動機っていうのはどのように、職員はも含めてセンターの利用者児童の方に損害の問題にあまり関与させないようにということで、社協としての組織的な決定があったということなんですね。で、現場のところではとっさにそういう判断をさせていただきながらやったと、まあ、当然それはもともと社協の考え方には沿っているという形ですかね、はい、それは、まあ、社協の職員への通知であるとして子どもの処遇についてはまた別の問題であると思うんですけども、ただ
作ったのは職員ですし、しかしこれ公園の損廃に関わる問題とは違いますよね。単なる感謝表現じゃないですか。公園のことには関わらないようにということで、社協も賛成してやってましたので、社協の指導主事が出さないようにしなさいと指示したことは間違ってなかったというご認識ですか。で、間違ってるからお詫びしたんだと思うんですが、うちの方では子供の考え方に寄り添えなかったっていう部分に関しては会長のメッセージもありますし、つまり子供に寄り添えなかったことについては反省しているけれども、指導自体は間違ってなかったと。はい、おかしいよね。どう考えたっておかしいよね。要するに問題あったっていうと、またほら市長と社会福祉協議会自体にもまたペナルティっていうか、ほら溝がついちゃうから、いやいや俺たち悪くないんだよ、市長も悪くないんだ、そういうことにしたいわけですよ。で、そういうところを本当は心証筆伐で悪いことは悪いって、ダメじゃねえかって、ちゃんと教育やり直せと、研修やり直せという指導力を発揮するのが社協のトップでもあり、また鬼原市長でも会うんだけども、まあ、市の改革団体だからね、発言に加えるわけですよ。そういうことしないんだよね。なぜか。だって俺のためを思ってやってることじゃん。独裁の俺を思ってのことだから、お前ら、本当にいいやつだ。だから、本当は市の体制としては、組織の体制としては、ここで心証筆伐。形だけでもね、調査やって、そんなことは再発しないようにしようねって、やるんだけど、そんなことはしません。いうのが独裁的だっていうところなんですよ、小泉がね、例えば言うのは。で、今回もその材料が出てきたから、皆様に小泉での思いをね、お伝えして、まあ、鬼原検事をね、正しく評価する材料として、このネタを提供させていただきます。でね、こういうね、姿勢が、ヘボい姿勢が続くようだと、本当に長野市民の不幸ですよね。で、これをね、きちんと、あるべき姿に戻していくっていうのは議会の役割なんだけども、議会もピリッとしないよね。その中にあって、小泉一馬は、ブレない、曲げない、ひるまない、小泉一馬の本領を発揮し続けてまいりたいと思います。青木島の子供たちとともども、小泉一馬、応援よろしくお願いしますね。決まった。